は盲目。作神田妙子。ずっと雨が止まなければいいと思った。ずっと駅に着かなければいいと思った。頭上に広がる真っ黒な空と右肩に憧れの熱。明日も明後日もずっと晴れなければいいのに。彼女は天然だ。高校生にもなってこんなにも頼りない子は見たことがない。私は5人兄弟の長女なので、自分で言うのもなんだけど面倒見がいい方だと思う。これは6月のある日のことだ。ねえ、マキちゃん、ミユちゃん、聞いて。ん？何、どうした？この間、隣のクラスのシン君と少しお話できたの。へえ、よかったじゃん。ユイが入学早々緊張しすぎて貧血で倒れた時にお姫様抱っこしてくれた王子様のことだね。え、王子様って白馬に乗ってて王冠してるから王子様なんじゃないの？物の例えでしょ。いちいちユイもボケなくていいから。マキ違うよ、ユイはボケてるんじゃないから、天然の発作が出てるだけだから。ねえ、天然って誰のこと？どう考えてもユイのことでしょう。とりあえず話を戻そうよ。それで王子様と何を話したの？そうそれでね、シン君とお話できてすっごく嬉しくてね。ふむ、それでシン君に、お前よく見るとほっぺたが桜餅に似てるなって言われたの。え？ユイは天然の発作が発動した。マキは混乱している。私は天然じゃないよ。天然な人っていうのは大体自分を天然じゃないっていうの。そうなんだ。リエ、ごめん、私にはちょっとレベルが足りないかもしれないわ。じゃあ村の近くを周回して気が済むまで魔物の群れをなぎ倒してくればいいんじゃないかな。え、魔物の群れなんかいるの？どこどこ？魔物の例えだよ。どんどん本筋から離れてるから話を戻すけど、桜餅に似てるなって褒め言葉なの？私が和菓子好きなんだって話をしたの。そしたら桜餅って美味しいよねって。ああ、そういうことね。待って、納得しないで。全然ときめかない口説き文句なんだけど。なんで？ドキドキしちゃった。ほっぺた美味しそうって言われちゃった。ないわ。チャラいとは思ってたけど、3次元の男がそんなふぐよく口説き文句使ったってときめかない。本当にね。3次元って何？バカ、そんなこと言ったらゆい、こちら側の世界に来る楽しいところだよ。2次元沼は。2次元沼どこどこ？だから物の例え。しんくんかっこいいな。彼女いるのかな。彼女かどうかは分かんないけど、よく女の子と一緒に歩いてるところを見るよ。男と女の間に友情なんて成立しないのに。そうなの？さあね、私は男友達の方が多いから成立するものだと思ってたけど。ごめん、否定したつもりがなかったんだけど。分かってる、大丈夫。でも、もしもしんくんがマキちゃんと同じだったとしたら、男と女の間に友情が成立すると思ってるんだよね。そういうことになるね。でも私はシン君が好きだから、恋愛感情を抱えた私は友達になれるのかな。ユイが恋愛感情を抱えていたとしても、王子様を友達だと思っているなら友達なんじゃない？
王子様が友達だなんて滅相もないでござる。そうでござったか。待って待って、なんで武士口調なの。武士じゃない、忍者。え、忍者どこどこ。もう疲れたから突っ込まない。まあ何にせよ、ゆいが王子様と友達のままでいたいのか、恋人になって白馬になるかっていう話かな。白馬になるの。そうか、しんくんと恋人になるには白馬にならなきゃならないんだ。そうそう、じゃあとりあえず全身を白いペンキで塗りたくて。もうやめて、ゆいのライフはゼロよ。僕はゆいみたいに三次元の男を好きになったことがないから何とも言えないけどさ。りえちゃん。いえ、二次元の男は何があっても裏切らない。さあ二次元沼で僕と握手。二次元沼どこどこ。一緒にハスハスしよう王子様。ハス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 。ゆい、聞かなくていい。説明しよう。ネット用語で非常に興奮した様を表しているのだ。おお、ダメだ、もう私のライフがゼロだわ。彼女は天然だ。高校生にもなってこんなにも頼りない子は見たことがない。僕は一人っ子で今まで友達らしい友達を持ったことがなかった。でも彼女はとっても不思議な子で、まっすぐで純粋で面白い子だ。棺の憂鬱な気分を一瞬にして消してくれる魔法使いみたいだ。あれ？ん？なになに？どうした？わー、雨降ってる。本当だ、朝はあんなに晴れてたもんね。僕のエクスカリバーは漆黒の闇を宿しているのだ。え、エクス…ただの黒い傘よ。あれ、ユイ、傘はここに置いてあったはずの傘がなくなってる。あら、昨日買ったばっかりの傘だったのに。それはショックだな。まだどこかにあるかも。特徴は淡いピンク色で、うん、柄とか桜餅柄。待って待って、え、私の聞き間違い。すごく美味しそうな桜餅柄だったの。1500円もしたの。バイト禁止の私には高価な品なの。ゆいの両親過保護だもんな。とりあえず探してみよう。僕だったら恥ずかしくて広げられないけどね。あ、ん？あった？しんくん。本当だ、王子さんか。王子さんは傘持ってないよ。しんくんも取られちゃったのかな。そうかもね。少なくとも桜餅柄ではないと思うけど。傘があったら貸してあげられたのにな。いや、それは、どうだろう。ただの嫌がらせになる可能性も。え、なんで？可愛いのに。まあ、うん、別に可愛くないって言ってるんじゃなくて。王子様がピンク色の傘使ってたら変だよ。え、そんなことないのに。仕方ないな。ゆい、これ使いなよ。え？王子様とは駅まで一緒なんでしょ。マキと途中まで一緒だからマキの傘に入れてもらえよ。でも、そうだね。正直王子様にはあんまりいい印象を持ってないけど、ゆいが好きなら仕方ないよね。そういうこと。マキちゃん、リエちゃん、黒い傘なら王子様が使ってても恥ずかしくないもんね。頑張れ。うん、ありがとう。また明日ね。ほんと、ゆいと一緒にいると飽きないや。まったくだね。私は天然らしい。高校生にもなってこんなにも頼りない子は見たことがないって二人によく笑われる。でも私は知ってる。二人は私をとっても可愛がってくれていること。ずっとずっと雨が止まなければいいと思った。ずっとずっと駅に着かなければいいと思った。頭上に広がる
真っ黒な空と右肩に憧れの熱。明日も明後日もずっと晴れなければいいのに。これは6月のある日のこと。ありがとうございました。そうですか、わかりました、はあ、あーもうすぐオフ会だっていいのに開催場所決まらない。どうしよう、都内でいい場所ないかな。20人くらい入れるところとか。でもないよな。何でもできるフリーなカフェ、カフェなのに生放送もできるの、すごいな。よし、試しに相談してみよう。 NG なしのレンタルスペース道玄坂カフェで検索。